チャンネルアジアをご覧の皆様、こんにちは。著作家の宇山卓英でございます。昨年末12月20日に能登半島沖で韓国駆逐艦が自衛隊の哨戒機に対し火器管制用レーダーを照射するという事件がありました。日本側はこれに激しく抗議をいたしましたが、韓国側は説明を2点3点をさせた挙句、最終的には日本側の哨戒機が低空飛行をして韓国艦を威嚇したということまで言い出し、そして日本側に謝罪を求めたわけであります。本日は1月の24日です。昨日1月23日にもですね、自衛隊の哨戒機が韓国の艦艇に近接飛行し威嚇をしたということの報道を韓国国防部がいたしました。これらのことというのは、私は韓国が歴史的に培ってきた時代主義の表れであるというように考えます。時代主義というのは漢字ではことが大きいというふうに書きます。この時代主義というのは儒教に基づく考え方で、階級序列、上下関係を明確にしていくという考え方であるわけなんです。上のものに対しては必要以上にへりくだる、一方下のものに対しては必要以上にですね、これを叩いていく。韓国はですね、残念ながら私たち日本をですね、完全に舐めているとしか思えません。私たち日本をですね、下に見ているからこそこのようなですね、全く馬鹿げた言動をですね、繰り返すとしか言いようがないと私は思います。この時代主義というものがどのように彼らの歴史の中で培われてきたのかということを今回は分析していきたい、このように思います。はい、それでは図の方をご覧ください。今申し上げました時代主義でありますが、これは大国の中国に使えることが肝要とする考え方であり、李氏朝鮮の建国者李尊下、李成桂ですねが、将をもって大に使うるは保国の道と、このように発言をしたところから始まる言葉でございます。孟子の衣装時代から時代という言葉は取られているわけなんです。はい、この李成桂の時代なんですが、李氏朝鮮が始まる前の高麗末期の時代に少し遡って話を進めていきたいと思います。高麗王朝というのは10世紀から始まる中世の統一王朝であります。この高麗末期において政治的な派閥対立が激しく行われました。信玄派と信民派に分かれて争うんですが、信玄派の元というのはモンゴルの作った元王朝に親しくする派閥のことであります。一方信民派というのは明王朝と親しくをする派閥のことであります。信玄派は朝鮮の強硬な自立路線を取る派閥で、一方信民派というのは強大な中国に対して自分たちが自立をしようとしても、それはなかなか難しい、中国に妥協していこうではないかという現実的な従属路線を取る人たちのグループであります。そしてこの高麗末期の時代というのは、元につくべきなのか明につくべきなのか、中国ではこの元と明が激しく争っていましたから、そのどちらにつくかによってですね、派閥対立が生じていたわけなんです。明の朱元璋という人物がいます。この人物は明の建国者でありますが、江南の漢人勢力をまとめ1368年に明王朝を建国しておりました。
図にもあります通り、鄭無宗、これは朝鮮語でチョンモンジュというふうに読みますが、このチョンモンジュらはですね、中国の情勢と実態をよく掴んでおり、中国に付き従うことが現実的な路線であると、元は間もなく明によって滅ぼされるのであるから明につかなければならない、このようにチョンモンジュたちは主張をしていたわけであります。さて、この後李氏朝鮮を建国することになる李政権は、当初チェヨン、日本語で蔡英と書きますが、図の一番左上に蔡英ら武人とあります。これはチェヨンというふうに朝鮮語では読みますが、このチェヨンたちらの一派であった李政権、しかし彼は内心では現実的な新民路線に深く共感をしていました。当時明王朝は1388年高麗の領土であった中国遼寧省以北の鉄嶺という領域の割譲をですね、要求してきたわけであります。高麗王はこれに激怒をして、明に対して軍を派遣をするという流れになります。遼東地域に軍が派遣をされまして、その最高指揮官に李政権、李尊下が選ばれるわけなんですね。さらに図6の3をご覧ください。李尊下たちは当時の高麗の都であった海城、ケソンのことですね。ケソンを出発をし、そして王緑江の手前のウィーハド、日本語でイカ島ですね、ウィーハドにまで到達をし、王緑江を手前にして川を渡ろうとはしません。当時は5月で雨季でもあったので、川が増水してですね、渡れなかったんですね。李政権の軍隊は約3万8000人の遠征軍であったと言われております。結局この川を渡らずに、李尊下、李政権たちは軍を引き返し、なんと高麗王がいるケソンを占領いたします。そして国王を処刑をし、当時最も力のあった信玄派のグループの大将であった、自分の上司でもあったチェ・ヨンも処刑をしていくわけです。これは李政権のクーデターと言ってもいいわけなんですね。すでに高麗王朝は民心を失っており、李尊下たちのウィーファド海軍を歓呼の声で迎えたというふうに言われております。図6の4、李尊下、李政権の肖像画であります。この李政権というのは一体何者なんでしょうか。1392年から1910年まで500年間も続く李氏朝鮮王朝を創始した建国者でありますが、この人物はいわゆる韓国の漢人ではなくて満州人ではなかったのかと、このように言われます。李尊下は高麗満州人軍閥の頭目であり、その勢力基盤は現在の北朝鮮の東北部に置かれていたと言われているわけです。李尊下に仕えたイージランという非常に有名な武将がいますが、このイージランという人物は満州人女真族の指導者であったわけなんです。当時満州人はもともとモンゴル人、元王朝と親交が深く、元王朝の支配の中に服属をしていたわけです。モンゴル人と朝鮮をつなぐ中継交易でも満州人は収益を上げておりました。元の末期にモンゴル人の力が衰えると、今度は
手のひらを返して高麗に服属するようになったわけです。さらに一尊家の出自について出身についてですね、見ていきます。一尊家は韓国南西部の全羅道、チョン羅道ですねの禅宗李氏を本館としているという説がありますが、これは李氏朝鮮の創始者である彼を韓国人、韓人としたい韓国側の創作であろうと私は思います。禅宗とは一尊家は関係はなかった。一尊家についての出自の資料がほとんど残っておりませんが、彼はあくまで満州人勢力であり、その基盤を満州人のところへと持っていたということが言えると思います。ウィーファド海軍によってですね、李成桂は政権を握りました。政権を握った李成桂は高麗の国王一家一族をですね追放し、ついには1392年自ら王位につきます。日本は当時室町時代の足利義満の治世の末期であったわけなんです。この一尊家が作った李氏朝鮮というのは成立時から中国の明王朝に服属をし、明の元号を使い、明の官服や制度をですね導入し、まさに明の属国と言っていいようなですね状態でありました。先ほど時代主義ということを申し上げましたが、まさにこの李氏朝鮮こそがですねこの時代主義というものを本格的に体制として始めたその王朝であったということができると思います。本日もご覧いただきましてありがとうございました。チャンネルアジアをご覧の皆さん、こんにちは。チャンネルアジア運営事務局の栗山です。チャンネルアジアは政治経済を専門としたインターネットの動画チャンネルです。藤井元気先生とか川瀬恵子先生、三橋貴明先生、渡辺哲也先生、西村幸雄先生ほか、たくさんの言論人、また大学の教授人、評論家の皆様、エコノミストの皆様、たくさん出演していただいています。 YouTube、ニコニコ動画、そして専用サイトのアジャキャスト3サイトに映像をアップしています。専用サイトアジャキャストは前半はタダでご覧いただけますが、後半はプレミアム会員月1050円で視聴することができます。過去に上がった映像も含めて全てご覧いただけるようになっています。ぜひ皆様、チャンネル登録をして、会員登録をしてご覧ください。よろしくお願いいたします。